さて今日も行くぞ行くぞ。あ、というわけでどうも、カズヤンレンのカズでございます。今日ですね、東京やだ、おとつい東京から帰ってきた。昨日一日行ってまた今日東京。今からちょっと打ち合わせがあるんだけども、10時半の電車で東京の方にビューンとレッツゴーでございます。ほんでね、7時半ぐらいまで打ち合わせがあるみたいだから、8時半ぐらいの電車でまたビューンって帰ってきて、まあ、大体あの12時0時ぐらいに到着。やだよ、最近9時に寝て4時に起きるみたいなね、そんな生活してたんだけど、やだよ生活のリズム狂うの。まあでも仕方ないですね。まあというわけで、東京行こうと思うんだけども、今日ですね、実はこれ昨日開封したてのギャラクシーがございまして、今回このギャラクシーでですね、あのどのぐらい撮れるのかってのを見ていきたいなと思います。ほんでモードがですね、なんかいろいろ動画モードございまして、この HDR10 みたいなね、まあ、これで撮影することもできるみたいなんだけども、まあちょっと昨日試してみたら色味がね、なんか薄くなる傾向があって、なんかちょっとあのロング撮影っぽい感じなんだよな、パッと見の使い方でやると。だから今回あの普通に撮影、ほんでフル HD、 まあそんな感じでいこうかなと考えております。まあというわけで東京にレッツゴー。ほいおい、どうも、今から東京に行く、カズさんでございます。広角いいねほんで今回はね、このフロントのカメラで撮影していく感じ。さて今日はね、漫画さんを電車の中で読んでいこうかなと借りたんだ、これ漫画レンタルサービスってのがあってね、ちょっと借りております。おお、広角だとすごいな。いや今日めちゃめちゃ日差しきつ、ちょっとなんか赤みがきついような気もせんでもないな、動画赤みがきつく見えるような気がするんだけど。わ、やっぱ広角いい、すっげー映る。レッツスタート。駐車券をお取りください。はい、というわけで、梅雨入り前、めちゃめちゃピカピカに晴れてます。澄み切ってんな、いい感じにね、肉眼より青く見えている気がする。まあ最近のカメラだいたいそうだよね。ほんで今日はね、もう何も風防も何もないから、あの風があったらそれなりに風切り音はするかもしれない。でもやっぱり広角ベストだろ。あのすっげ広く映る、すっげ広く映る、カズさんが広く映る。ただね、時間結構微妙、あと10分ちょいで電車来ちゃうから急げ急げ。食料も、ちなみに走るとこんな感じだね、小走りすると。食料も必要なんだ、買い込まないと。さて、良質な、コーヒーと、良質な糖分ゲット、これをね飲んだりうまうましながら東京行くのが個人的には好きです。そんでいつものごとく予約が遅いので、指定席窓側全滅でも、こういう時ってね自由席座れること多いんだよね。次は米原到着。一回ここでね乗り換えが必要なんだけども、いろいろ分かったぞ。 HDR10 これね、あのまだちょっとあの正規バージョン、あのバッチリバージョンじゃないから、若干不具合っていうか、あのシーンに応じてなんか色味をね変化させたりするみたいなんだけども、ちょっと違和感を感じるシーンとかあるので。でもねすげえ綺麗、ちょっとそのシーン見てみよう。じゃん、
はい、なんかいきなりね、青みが強くなったりするんですよね。でもすげー綺麗だから、場所によってはすごくいいかも。今回はやっぱ使わずに行こうと思う。色味がね、若干怪しいんだよな。あとこれがね、普通の手ブレ補正で、超手ブレ補正ってのがあって、切り替えるよ。はい、これが超手ブレ補正。これにすると超広角使えなくなるみたい。それちょっとイマイチだね。標準のレンズだったらこういった広角が効くみたいです。まあなので多分ね、スーパー手ブレ補正はあんまり使わないと思う。まあ普段手ブレ補正使わないからね、言うほどこんぐらいの手ブレ補正で十分。はい、品川到着でございます。次が品川から恵比寿。遠いんだよね、本当に。ヒルズ、今日六本木ヒルズ、本当にめんどくさいのよ。品川行ってから恵比寿行って、そっからまた地下鉄、不便なんだよな。はい、というわけで到着。めちゃめちゃ風強い。うわー、ここ、だいたいここに用事あるんだ、東京来るときは。な、次はね、中入るともうしばらく出てこないから、多分夕方、夜ぐらいだね。夜どんな風に撮れるのか見ていこう。な、ちょっとお仕事頑張ってきます。ありがとうございます。よいしょ。思ったより早く帰れた。1時間早く帰れるな。今7時過ぎ。まあ綺麗だけど、暗いとこになるとノイズが発生してきてる感じにはなってきた。もっとごめん、もうちょっとで電車だからさっさと中入っていくわ。たまにはインカメも。これインカメな。これあるあるなんだけど、15号車とかになるとめちゃめちゃ遠いの。めっちゃ歩いてる今。5分ぐらい歩いてる。ほんと新幹線って長い。やばい、これだこれ乗り込まないと。なんとか間に合った。15号車でござる。よいしょ、ギリギリ。これが良質な糖分です。うまうまして帰ります。はい、じゃじゃんと、福井到着。時間が11時。あー、遠かった。
はい、まあこんな感じで、無事帰ってきました。一つ気づいたのが、超広角と普通のね、まあ、標準レンズ、まあ、広角レンズで明るさ全然違うからね、 F 値が確か違ってて 1.5 と 2.2 か 2.4 だったんだよな。そんだけで、こんぐらい違います。途中ね、そのシーンあったので、これがね広角で撮った街中、結構ね綺麗に撮れてる。広角は広角でいいよね。でもねこれをね普通のやつにやるとこの通りめちゃめちゃ違うよね。ほんで今、まあ、普通のレンズでやるとね、こんなに映ってる。まあノイズはあるけどね、福井の街中でこれだけ映ったらもう十分だわ。うん、十分綺麗だと思います。まあ、他にもスローモーションで遊んだり、なかなかあのカメラとしてももうバッチリなやつでございました。ただもちろんね、広角で超手ぶれ補正が使えなかったりとかね、まあいろいろ不具合はあったかもしれないけども、あのやっぱスマホとしてはねなかなかいい感じでございます。この後出ると思われるね9月10月、iPhone の方も楽しみでございますね。な、本日はこんなところで、またねこれしばらく使ってみていいとこ悪いとこ探してみようかと思いますので、もし情報あったらね、あのコメントの方よろしくお願いします。というわけで本日は、ギャラクシー S10 プラスを持って東京へのお出かけでございました。もう帰るわ、寝るわ、おやすみ。